お値段ですね。ちょっとやべえです。ちょっとびっくりする金額だったんで。賛成です。ジェットレックスの7000ですね。レール4万ぐらいするでしょ。お客さんは大満足だと思う。どうも、こんにちは。です。ハヤトです。はい、ということで、青86くんが 90% 完成したんでね、もうこれで一回動画撮って、こいつはこれで完成としたいと思います。で、こいつは、今、カスタム箇所と、まあ一応、こいつ一回走り行ってるんで、その感じと、あとは、お値段ですね。これ、ちょっとやべえです。車1台買ってきてこんだけカスタムして利益20万切ってしまったっていう、やばいよこれ、やりすぎだよ。後輩上がったんですけど、なんかあれつけてこれつけてってうるさいんで、もういいよいいよって言ったら、もうまあ部品代だけでちょっとびっくりする金額だったんで。そうなんですよね。だってこんだけつけて工賃20以下はありえないんでね、ボランティアみたいになっちゃいましたね。反省です。はい、ということでじゃあ説明していただきましょう。まあ今回はもうほんと入ってきた時はドノーマルの車両になるんですけど、まず一目で分かるのがホイールですね。ホイールとタイヤ、ブレーキ、足は全部新品になってるんですね。アルミが AME の 9.5G、 そうですね。オフセット40ですか。オフセットが旧版の38ってやつですね。38、まあ、で今回タイヤがもう社長も履いてたやつをそのまま同じのってことで、ジェットレックスの7000ですね。これマジでいいっすよ。俺車3台持ってって一番グリップしましたね。ウェットでドライでもグリップするんで、これは優秀っすね。でちなみに18インチで、お値段プライス7か8万ぐらい、4本で。そうですよね。これマジでいいっすね。ハルさん言い忘れてますけど、このエンドレスのパッド4万ぐらいしますよね。そうですよね。これを入れたせいでさらに利益が下がったっていうもうギリギリだぞっていう話してたのに、もうパッドを入れちゃったから、てか今入れないと無理なんだけど、スポーツ走行できないんで、まあ、全部がノーマルだったんで、まあ、一番最初はどうしてもかかっちゃいますね。特にこのオーナーの子はもうドッカンブレーキはいいんですけど、何周も連続でタイムアタックしちゃうから、だからやめなさいよって言ってるのに一周走ってクールダウンしてやってねって言ってるのに、もう忘れちゃってずっとぐる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 回って、で内圧上がってタイムでんくなってくるから、またやけになってブレーキガーンとかやるからさ、ブレーキもフェードしてきて効かなくなるんで、余計どんどん踏んで、そうだよ、煙出てたからね。最終的にハザードランプチカチカさせて走ってたからね、ブレーキ踏みすぎであとは車高調ですね。今回車高調がレーシングギアっていうところの使ってるんで、まあバネレートは標準68かな、64かな。64結構低いですね。結構標準が46ですよね。前が6じゃないですか、ね、前が6、結構86前が硬いやつが多いんで、普通リア固めですけどね。まあ、で今回はあえてもうその標準のバネレートにしてあるんで、うん、まあ後々っていうかロールバー入れる予定があったんで、ちょっと先に足固めるのはやめようってことで。そうっすね。でまあ標準ので一回組んであるんですね。フロント硬くするとオーバー傾向だったっけ。アンダーか。じゃあこれあれですね、めっちゃアンダーセッティングだね。リアだって4キロでしょ、かなりアンダーセッティングだけど、これアンダー1ミリも出んですね。俺乗ったけど FR だとフロントにエンジンやって重量物が前なんで、やっぱバネレートちょっと高い方がフロントは。ちなみにこの車オーバーもう1ミリも出ん、全然オーバーが出ないのよ。よくないよちょうどいいぐらいどこなんですかね、逆に。だからもうこの乗り手に合ってると思う。あ、なんかリリースがもう早いからこの子、まあ、それプラス最初がこのタイヤだったんで慣れるのが良かったんかもしれないですね。ただ横に乗ったけどブレーキリリースが早いんで、なんかそのオルトさんにも言われてましたけど、リリースが早すぎるってグランツーリスモの癖が出てるちょっとボンネット開けてみましょうかね。はい、ということでエンジンルームの方はエアクリーナーと駅マニー変えたぐらいですよね。駅マニーが透明の不等長マニーですよね。まあ、なんで走った感じは、まあ、中間の抜け、トルクの落ち込みとか馬力の落ち込みがだいぶ解消されてる感じですね。これ本当純正だとマジで3000から4000とかがもう全然パワーなくて伸びないんですよ。でこれ安いくせにいいですね、遮熱板入ってるんですよね。そうですね、まあ、今回ここじゃなくてもう本当一部分だけになっちゃうんですけど、まあ、結構ここから買えるやつは多分これの倍ぐらいしてたんですかね、うんうん。まあ、この辺のサクションパイプ的なやつはまあ純正使わせていただいてね。そうですよね、あの予算がねいやもうこことか買い出したらもう本当にもう何の1ミリも儲からへんでも、まあ、そうですね、まあ、そこだけで10万コースですね。これはね外した方がいいですね、サウンドクリエイターだとね。これレールからめくれが出てるんで。ああ、ありますよね、うん、
これつけてる人なかなかいないでしょうね。取っちゃうんで。まあそうですよね、みんな取っちゃう。この辺はねもうタワーバーとかもつけなくていいっすね。俺つけたかのタイプですけど、絶対いらないっす、うん、まあでも結構純正でこういうのも入ってるんで、もう問題ない。合成的にはいいかもしれないですね。多分ね、オルトさんもつけてないんで、タワーバー。あのセッティングの車乗っちゃったら他の車がちょっともうどうなのっていう話になってきちゃうんでまあやりすぎも良くないっていうやつですね。オルトさんの車マジでしなやかでね、走りやすかったね。あれこれ減衰、減衰がこれ車側にあるのでハンドル切ってちょっと手入れないといけないですけど、そこはちょっと嫌だな。そうですよね。まあそれ以外はほとんどノーマルですね。ベルト変えたいってやっておらかったら、まあいいやもうまあいいやってなっちゃうもんもう本当に無理だもん、もう本当に無理だよ。もうだってタダで車作るみたいになっちゃうから、もう20万しか儲かってないから。車売って20万儲かるぐらいだよね大体は。そうですね、これくらいの金額の車だと。いやいやいや、もうパーツつけまくって20万しか儲かってないからもうやばいで。あとはまあこれコイルとバッテリーですね。これあの将来バッテリー入れるとまた馬力とか上がるんで、5馬力ぐらい。重量も圧倒的に軽いですし、そう9キロマイナスになるんで。でこれ多分このロールバーで多分30キロ増なんで、まあそうっすよね。昨日重さ調べたんですけど、あそれぐらいです。30何キロ、うん、遅くなったってことです現状こいつはでコーナリングでね巻いてもらうしかないっていう。そうですね。これボンネットの締め方もなんか言うやついるんですよ。今のどう？今のいいよ。普通にこうキャッチのところでグッと最後押し上げるのが一番。だけどこれ指紋付きなんでだから俺この辺で落としてパーンって締める時もあるんだけど賛否両論っす。そうですね。じゃあ次は内装ですね。でこれが赤字になった原因の一つですね。これね、あの RMS2700G の安い版なんですけど、まだこれはいいのよ買うのは。でこれ買うと何がいかんで、レール4万ぐらいするでしょ。専用品ですもんね。そうディアレ、今度はハンドルがやっぱりとか言い出してさね。でさすがにナルディのこのステアリングはもう買ってもらった。もうクイックリリースと移設キットはうちで買ったけど。あロールバーが6点ですか。6点ですね。6点のオプションでサイドバーと、あと B ピラーとシートベルトのことですね。そことあとリアのクロスですね。それはオプション品になるんですけど、なんでもうほぼつけれる装備は全部ついてるって感じですよね。これで走り心地がだいぶ変わるはず、まあ、あとは乗り心地、あの乗り方とかもあったんで、もうダッシュ貫通にしてあるんで、貫通のこの切ってあるのも綺麗に切れてるんで、そうもう一回ダッシュボード全部下ろしてやるんで、ダッシュ逃げだとどうしてもこの辺ぐらいとかにパイプ落ちてくるんで、乗り降りするときに足がちょっと引っかかったりするっていうのがあるんで。ちなみになんですけど、ツイッターとかであのこういう作業の途中経過とかツイートしたりしてるんで面白いかなと思うので、フォローぜひねお願いします。室内部はそれぐらいですかね。一応内装も全部残しでってことで、シートも全部ついてるんで。そうですね、子供がって言ったけど子供が言うとるやつこんなん入れへんやろと思ってこんなの何言うとんねんと思って。リアクロス入れちゃってるんで、あの背もたれが倒せなくなったっていうのがあるんで、トランクからあの室内には貫通ができなくなるんですよね。 あとはもうデフ買ってあるんで、まあ、デフは本人が納得するまで走ってもらった後に変えるっていう。まあ、多分ボディがガチってしてるんで、余計ちょっとの坂道上がるときに多分進まんくなるかもしれない、うんうん、確かに。だいたいね、車高調入れてバネ硬くしてる人こうツラツラにするとこう跳ねるじゃん。跳ねるとこう当たっちゃうから、もうこれもう沈み込まないようにバネレート上げるんですよ。でそれで固めちゃうと、もう坂道乗ったときこう上がっちゃう、氷がね。リフ変えてないともうタイヤ回らなくて、もうこの車だと極端にすぐ滑ると思うんですよね、軽いんで。なんで本当はね、車高落とす人はリフ変えた方がいいですね。あとリアピースですかね、マフラーのリアピースが富士坪に変わってますね。中間がトラストのストレートパイプですね。材質にこだわらなければそれぐらいですね。でちょっと照明パワードの不等調とトラストのストレートで富士坪のマフラーの組み合わせでどんな音になるのかっていうところですね。もう一回音聞きましょうかね。ただもともと中間パイプが純正だったんですけど、ストレートで変えただけでもう全然違うしね。そうですね、うん、なのでちょっとパーンっていうハゼる音が出るようになりましたね。3、4線であの回転数合わせて多分イールというところやっていくとパンパン言うかなっていう、うん、でうちのねステッカーですね。かっこいいっすね、まあ、真っ黒のガラスにこれは多分合うと思う、ね、マッドメタリック
まあ、こういうのもね好きなサイズで切れますんで、よかったらご依頼いただければ。あ、それかまあサイズ指定してロゴ送ってくれたら、うちで専用のロゴ作ってカットして送ってあげるんで、その時はまあデータ作成費いただきますけど、ただこれねいいのはね、カッティングシートじゃないんですよ。ラッピングフィルムでやるところに意味があるっていう、いやちょっと高いんですよね、こだわり、こだわりっていうかカッティングシートが嫌いなんだけどはい、ということで、今回は青86これでもう納車と、あとはレーダー探知機とルームミラードラレコ入れて終了っすね。やっぱ安全装備なんでね、レーダー探知機といろんな意味の安全装備ないと困ると思いますんで。あれだね、ガレージマリンとは大違いだね、サービス精神が多くて。まあガレージマリンはいかにぼったくるかさえを追求してたけど、うちはいかに喜んでもらえるかを、ね、追求してるんでね。まあお客さんは大満足だと思います。大満足というか、もうこっち大公開よいつもサービスでなんかやっちゃうからよくないね、もう直さないとこの癖を。俺がやるとダメだね、いいよいいよとか言っちゃうもんね、よくない。なんでまあよければね、うちで車作りますんで、ツイッターの方からインスタかなんかないですか最後に。結構ロールバーとかこの辺はいろんな車種でもあるんで、またなんかこの車種で付けたいとかあれば、また問い合わせとかもらえればですね、できると思いますんで。名古屋市なんで愛知県民の方はぜひお越しくださいということです。まあ、特に日本のスポーツカーが好きな方はうち来て楽しいと思うんでね。86だらけなんで今一気に増えてます、ね、86専門店なんで 今5台ですね現状はい、ということで今日は以上でございます。チャンネル登録お願いします。